鏡？これのこと？眩しい！よく見破ったね。ちゃ、気づかれないうちにこっそり皆殺しにしようと思ってたのに。八神獣を倒し終わったからお前たちにはもう用はないですからね。これから面白いことになりますよ。仮面の道士様が八神獣すべての力を身につけ、神獣の最終形態へとトランスフォームされるのです。どんな化け物が生まれるかと思うと、今から私ゾクゾクしてきます。ああ、君たちはそれが見られなくてかわいそうだね。なぜなら君たちはここで死んで私に食われちまうからさ。本当の目的なんだ。獣神王に従うふりして、なぜマナの剣を狙う。そんなの決まってますよ。戦争は人がたくさん死ぬでしょ。獣神王の力の強さだけは本物ですからね。強者に付き従い、楽をして魂にありきさ。ごちそうさまでした。もっとも獣神王にはこき使われ割に合いませんでしたがね。そんなことのためにカールを。お前倒す。君の命をもてあそぶお前、絶対に許さない。何が許さないですか。お前たちにはここで私のお腹に収まってもらいますよ。負けるもんか。その腹に溜め込んだ魂全部吐き出させる。おい、どうした？何があった？くそ、まさかあいつの。待ってろ、すぐに立つやる。私はここまで。ルナ、待って。ケツの手やけどする。負けた。離れて。本物の私がどれかのを全員を捨てる。これで引き止め。よし、スッ。やった、やった、やった。まだまだ、やった、やった。逃がさない。そこ、やった。運命のルーレットの開始ですよ。マインドアップ、守りの力を。参ります。よっ、せっ、そこ、せっ、そこです。そこ、せっ、よっ、えい、せっ、よっ、そこ、いくぜ。参ります。行くぜ。じゃあ、せっ、へっ、にゃっ、
みんな離れて。ゼクリス！